しぶりだな、カルオ。本当は次のグランプリまで、てめえのバカ面は見ねえつもりだったんだな。相変わらずムカつく野郎だぜ。世界グランプリで俺に負けたやつが、言うことだけは一人前だな。だと？言っとくけどな、俺は今世界で一番速い男なんだよ。その俺と差しで勝負できるなんて、そう滅多にあるもんじゃないんだぜ。お前ももう少し感謝してほしいもんだな。小物が、まぐれの優勝で調子に乗っちまったせいか、どうやら人様に対しての口の利き方を忘れちまったみてえだな。それはこっちのセリフだぜ。まぐれかどうか、てめえの目でもう一度はっきり確かめやがれ。言われなくてもそうしてやるよ。てめえみてえな野郎が世界一速いだなんて思われているのは恥もいいところだからな。ふざけ、格の違いってやつを教えてやるぜ、カルロ。どうせレースが終わったら、てめえはただの負け犬になるんだ。せいぜい今のうちに生きがっとくんだな。面白え。そんな減らず口、二度と聞けねえよう、コテンパンにしてやるよ。覚悟しな。期待してるぜ。あまり俺をがっかりさせてくれるなよ。てめえの方こそ、ヘボな走りでマグナムを退屈させんじゃねえぞ。来な。どうした？信じられねえって面だな。そんな、これで分かっただろ。所詮お前は世界一の器じゃねえってのかな。メッキを剥がされた自分はどうだ。マグナム、ま、短い間でも世界一の気分を楽しめたんだ。よかったじゃねえか。しかも次のグランプリが始まるまではまだ世間様もお前のことをもてはやしてくれるぜ。世界一のレーサーセーバーゴーってな。くしょー。本当のとどめは次のグランプリで刺してやる。
ギャラリーの前で無様な格好を晒さねえためにも、せいぜい今のうちにお得意の努力でもしとくんだな。てめえの方こそ覚悟しとけよ。まだてめえに負け越したわけじゃねえんだ。グランプリの本当の決着をつけてやるぜ。期待してるぜ。獲物が元気な方が狩りも楽しいからな。やっと最終ステージか。舞台が派手な割には随分と盛り上がりのねえ大会だったな。主催者のセンスを疑うぜ。決勝進出おめでとう、カルノ。さてそれでは最後のステージへご案内しよう。黒幕は最後に登場ってわけか。ご丁寧な。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ようこそファイナルステージ。笑ってねえでさっさと姿を見せな。ようこそ、ロッソストラーダリーダー、カルロ君。お前がボルゾイか。さよう。今回は諸君らの参加、とても感謝しているぞ。そんなお決まりのセリフはどうでもいいぜ。目的を言いな。まあ、そんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには、本当に心の底から感謝しているのだからな。何に感謝しているのか知らねえが、嘘はもう少しうまくついた方がいいぜ。まっとうな大会じゃねえことぐらい、ここまで来ればバカでも気づくぜ。そうだな。だが大会であろうとなかろうと、ここまでのレースは楽しめただろう。こちらも君たちのおかげで貴重な研究を進めることができた。今回の計画は成功だ。いかに。今大会で得たお前たちの走行データは、我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究のな。で、俺たちはその実験台ってわけか。特にここまで残ったカルフ、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだ。礼を言うぞ。で、最後に俺にどうしてほしい？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって、研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、ディオスパーダを破壊してな。ほう。最強のマシンはこの世に一台であり、決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。なるほど。てめえのやりたいことは分かった。が、肝心の相手が悪すぎだ。どうやら自分の器を知らねえジジイが調子に乗りすぎちまった。その元気がどこまで持つか。では最終ステージを始めようか。決して君が勝利することのない最後のレースをな。
楽しませてよ。これは意外だったな。意外でもなんでもねえ。そんなマシンで究極になれれば誰も苦労しねえよ。牙もねえくせに噛みつくな、負け者が。はいはい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぐ。だがこれなら次はもう少し本気でやらればいいか。優勝おめでとう、カルト。ジジイのお遊びはもう終わったか。なら帰るぜ。そうか。あ、仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとするかの。何？参加レーサーの諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。てめえ。地味な大会だった割にはずいぶん派手な閉会式だ。結局負け犬どもがどいつもバカずらされた。崩れるぞ、脱出だ。
港に行こう。船で脱出できるはずだ。おう。
やっぱり1リラにもならねえレースなんてくだらねえぜ。